ずっと続けていること、ずっとやめられないことはございますかという質問なんですが、松村さん何かありますか？私はもう、やめなくてもいいのかもしれないですけど、本当にやめれないのが睡眠なんですよ。すっごい寝ちゃうんですよ。どのくらい？もうなんかお休みの日は20時間ぐらい寝てます。20時間？もう起きてる時間がほとんどないぐらい寝てる。で、ほんまに2日とか休みやったら2日とも20時間とか寝れるんですよ。怖くないですか？怖いです20時間って寝られます？羨ましいです。体力が腰痛くなっちゃいます。そうね。すごい。全然ならなくて、でも私は本当は起きてたいんですよ。なんかよくそんなに寝てるとなんか人生損だよとか言われることもあって、だから本当は起きて何かをしたいけど何かをする前に寝ちゃうんですよね。いや心配だよね。なんかでもいいことな気がします。多分あの寝れなくなる日が来るんで。まあそうですね。来ました？来ました、来ました。はい、眠れなくなる。来ました、来ました。ほら、うん、何にもなくても朝5時とかに起きちゃうもん。起きちゃう。本当ですか、うん、でもなんかそれを私ずっとちょっとまあ悩んでるほどではないけど、もうちょっと起きれたらいいなと思ってたら、最近母になんかすごい寝ちゃうねんって話をされて、だからなんかもしかしたら遺伝なのかなってなんか寝ちゃう家系なのかなって最近思って、うん、だからもしかしたら一生寝れちゃうかもしれないんですけど。すごいね。寝るのって肌にいいって言いますよね。お、いや適度な睡眠時間7時間とかね。だってお腹空いたりとかお手洗いとかはどうしてるの？なんかもう全くないんですよね。もう本当に寝てる時はもうゼロです。何も寝てる。え、ドン引きですか？大丈夫？引いてないけど不思議だなってみんな思ってるんだと思うよ。ありがとうございます。スリープモードを持ってるってことですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。才能の下あたり、はい、映写室の下ですね今。